今回紹介するのは、置手紙許子の式組み本という本です。置手紙許子は預かった。返して欲しければ、10億円用意しろ。置手紙探偵事務所唯一の従業員、親切守が受けた、突然の脅迫電話。天涯孤独の忘客探偵を救い出せるのは、自分だけ、京子さんのような推理力は持たないけれど、 彼には京子さんとの記憶がある手探りで捜査を開始する守る。一方京子さんは犯人の元で目を覚まして掟手紙探偵事務所 VS 漆黒の誘拐犯頭脳戦の結末は今日も京子さんはいろいろとファッショナブル掟手紙京子は果たして羽川翼かこの命題は西尾維新ファンなら常に頭にあるまあ そううででないい人もいるでしょうが、少なくともか物語シリーズを読んでアニメを見てそして堀江ゆ衣さんの探偵役をやりたいその時は声を当てたいという発言を知る者には「掟きて京子」シリーズを読み続ける大きな動機なのは間違いないそんな目で読むと P61 の発言にはハッとさせられるこれはもしかしてあの大冒険のことか とか、それにあと2つほどやはりそうなのかというくだりがありますその1つがこの「しきみぼん」です「しきみぼん」を作った経緯と言うべきか犯人もなかなか頭脳派ですが実は結構犯行に穴があるのでその正体を見破るのは簡単ですその意図も割と早くに気がつくでしょう普通人である警備員の親切守る氏が今回の探偵役ですが 天才、起きて神虚子ならではの相当たり推論を試みようとして暗証に乗り上げたりしますが、天才には天才の凡人には凡人の推理があることに気づいてからは想像以上の活躍を見せます。ただ、まあ、スーパーわがまま美女の起手神虚子に振り回されるという図式は他の脇役の皆さんと同じです。その振り回されっぷりが快感です。 個人的には P13 のやりとりが楽しい無邪気な置き手紙曲子と犯人の低調かつ容易周到さが軽妙でそれでいてこれからの盛り上がりが予想できて楽しいこのシリーズはやはりわがままで賢くて魅力いっぱいの置き手紙曲子のファッションブックなのだなと再認識できました次は置き手紙曲子の五線譜さて どんなメロディーか高校生の彼女が鼻歌を歌う場面とかはなかったようなそれでいてギターは背負っていたようなかつ目して待てということでしょうか以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします